こんにちは、なで姫です。マリサだぜ、こんちは。ここ最近は、ありとあらゆるものの値段が、上がって困っているんだぜ。原因はいろいろだけど、物価が早く落ち着いてほしいよね。江戸時代の物価も、上がったり下がったりしたのか？もちろんだよ、マリサが興味を持ったので、今日は江戸時代の物価について話をしていこうかな。物価の中でも、江戸のサービス量を中心に解説するよ。現代との物価の違いも知りたいんだぜ。この動画を見ると、江戸時代の物価が武士や庶民の収入と比べてどれくらいだったのか、また、現代の貨幣価値に換算すると、いくらぐらいだったのか、ということを知ることができます。ぜひ最後まで見ていってください。よろしく頼むんだぜ。このなで姫チャンネルでは江戸時代の歴史や文化、風俗などを解説しています。応援してもいいよという方は、ぜひチャンネル登録や高評価をお願いします。コメントも返信するように、心がけてるので待ってるぜ。それではスタート。まず最初に江戸時代では利用されていた貨幣が、3種類あったんだ。今の日本だと、円という貨幣だけだよな。主に金貨、銀貨、銅貨、銭貨と、呼ばれるものだったんだよ。とても不便そうなんだぜ。江戸時代の人たちは理解できていたのか？どうなんだろうね。ある程度は理解していたと思うけれどね。江戸時代以前は地域によって通貨が、別々だったので徳川家康が関ヶ原以降に統一したんだよ。これでも便利になったということだったんだな。金貨というのは大判や小判などで、大きな金額の貨幣だったよ。価値が高い貨幣ということだな。そうなんだよ。だから庶民が小判で、晩ご飯のお買い物なんかしたら大変だよ。まさか、犯罪者扱いなのか？当然だよ。出どころなど、何から何まで聞かれて疑われるんだ。もう少し庶民に使いやすい貨幣を、用意してほしいんだぜ。そのような目的のために、銅貨があるんだよ。あれ？銀貨はまた違う用途だったのか？銀貨は主に西日本で生産されていたので、使われている場所も西日本が多かったんだ。金貨や銀貨は用途がある程度決まっていて、銅貨が一般庶民に普及したということか。そうだね、銅貨は室町時代の頃は、中国の民から輸入していたんだよ。お金を輸入していたというのは不自然に感じるな。輸入していた通貨は永楽通宝という、銅貨で一般庶民が利用していたんだよ。日本独自のお金はまだ後の話か。そんなことなくて、実は室町時代当時から独自の通貨というのはあったんだよ。え、それじゃあどうして利用しなかったんだ？国産の通貨は品質が低くて粗悪品が多く、ビタ銭と言われていたんだ。本当だな、文字が読めないくらい潰れているんだぜ。価値もビタ銭4枚で、永楽通宝1枚と同等だったんだよ。ほぼお金としての価値はなかったのか。このような状態だったので、寛永13年、1636年に寛永通宝を鋳造して流通させたんだ。ついに日本独自の銅貨なんだぜ。寛永通宝は持ち運ぶときに不便なので、中央部分の穴に紐を通して一束100文として扱ったんだよ。100枚の束で取引を行っていたということか。実は一束96枚で100文として取り扱っていたんだよ。どうして4文足りないんだ？誰かが盗んでいったのか？これに関しては両替屋が手数料として差し引いたという話があるんだよ。さすがボロ儲けの商売なんだぜ。アコギな稼ぎ方だ。まあマリサ落ち着いて。貨幣について大体理解してもらえたと思うけど、次は貨幣価値を令和の現代と比較してみるよ。一文が一体いくらになるのか気になるんだぜ。江戸時代と一言で言っても期間が非常に長く、物価も時期によって変動していたんだよ。今回は比較的物価が安定していたとされている、文化文政年間を基準としたいと思うよ。文化文政ということは、1804年から1830年までの物価ということなんだな。実際に一文をいくらとするかは非常に難しいけれど、当時の江戸の物価でよく知られている、蕎麦一杯の価格を基準とするよ。蕎麦に関しては以前作った解説動画もあるので、ぜひ興味がある人は見てほしいんだぜ。江戸時代の文化文政年間の蕎麦一杯の価格は、だいたい16文なので、令和の蕎麦一杯と比較すると、
庶民的な蕎麦店の蕎麦が約500円程度なので、1文を30円と置いて計算していくよ。1文が決まると金一両なども計算できるのか？もちろん可能だよ。金一両は12万円として、今回は計算していこうと思うよ。わかったんだぜ。これで令和と江戸の物価の比較ができるんだな。今回の計算は蕎麦を基準として、1文を30円と決めて計算しているけど、あくまでも目安としての計算なので、完璧なものというより娯楽として楽しんでみてほしいんだ。理解したぜ。楽しみながら、見ることにするんだぜ。江戸と令和の貨幣価値の比較をするために、最初は武士の収入部分を見ていこうと思うよ。わかったぜ。武士の収入は、主にどういったものがあったんだ？現代のサラリーマンなどが毎月もらう給与のように、江戸時代の武士は6をもらっていたんだ。6というのが給与に当たるということか。6というのは給与と違って、必ず現金でもらえるとは限らないんだよ。現金じゃないなら一体何で6をもらっていたんだ？土地、現金、米、の3種類が、主な6として挙げられるよ。現金や米はなんとなくわかるが、土地をもらえるのか？武士の6として、米を生産する農民付きで、土地、つまり領地をもらえることがあったんだ。領地をもらっていた階級を地領取りというんだ。全体の 11% だったよ。領地をもらえるのは、毎年決まった時期に米が収穫できるから、お得感があるよな。領地をどれくらいもらったかというのは、何万石というような、米の生産力を表す石高で表すんだ。同じ1万石の領地でも気候や領地の条件によって、収穫量に差が出るんじゃないのか？そうなんだよ。条件のいい領地なら1万石以上収穫されるし、悪い場合は1万石以下もあったんだよ。条件の悪い領地は気の毒なんだぜ。収入も米だけとは限らなくて、特産物が地方によっては収穫される場合があるんだ。そうなると高値転売できるんじゃないのか？マリサ鋭いね。珍しくてニーズがあれば、高値転売も可能だったんだよ。うはうはだな。領地をもらうといいことばかりだぜ。1万石以上の領地をもらってしまうと大名扱いとなり、幕府からお手伝い武神を依頼されるんだ。お手伝い武神？焼きそばパン買ってこい、みたいな感じか？高校生のパシリじゃないんだから。じゃあ、お手伝い武神というのは、どんなものなんだ？お手伝い武神は天下武神とも呼ばれ、幕府の行った公共工事のようなものだよ。工事の内容としては、築城をはじめ、河川の改修、街道の整備などだね。幕府から公共工事をやれと命令されるのか。基本的に費用は大名持ちで、人の手配から資材の用意まで全て行うんだ。大変すぎないか？大名側に何かメリットがあったならわかるが。メリットがなかったわけではないよ。最新の築城技術を習得できるとかメリットもあったんだ。あまり魅力的に感じないんだが、江戸時代では魅力的だったのかな。このお手伝い武神を命じられても、豊かな領地を持っていれば比較的余裕でこなせたけれど、石高より低い収穫量しかない領地の場合、とても負担が大きかったんだ。収益性の低い領地は、決してウハウハではなかったんだな。石高は領地の生産力を表しているけれど、当然全てがもらえるわけでもなく、半分以上は生産した農民に与えなければならなかったんだ。農民も生活できないほど、絞り取られたら黙っていないよな。農民たちが怒り一揆などが起こると、領地買いや取り潰しに追い込まれるので、うまくバランスを取らないといけないんだ。自分の欲望通りではなく、農民のために分け与えるのがいい大名ということか。その通りだね。農民に多く分け与えてばかりだと、大名自らの家臣に禄が支払えなくなるんだ。禄の支払いの問題もあるのか。有事の際に石高に応じて、家臣を連れて行く義務があったんだよ。人数も決められていたので、決められた人数は雇っておく必要があったんだ。家臣の禄の支払いは大変そうなんだぜ。次は6を現金や米でもらうケースを解説するよ。領地よりわかりやすくて、イメージも簡単そうだぜ。6を米で支給される代表的なケースは切り前取りだよ。切り前取りとはどういう意味の言葉なんだ？領地で収穫された米が年貢として、幕府や藩の蔵に納められるんだ。納められた米を禄として支払う、これが切り前取りなんだよ。蔵前取りとも言うんだ。
要するに年貢の米を禄としてもらっていたということなんだな。米というのは食べるだけでなく、売って現金にする目的も持っていたけど、米の価格は相場によって変動していたので、いつ売却するかは専門家に依頼していたんだ。米価はどのように決めていたんだ？これも以前動画で紹介したことがあるけれど、大阪堂島米市場の価格と連動していたんだよ。この動画だな。興味がある人はぜひ見てほしいんだぜ。よろしくお願いします。米の売却の専門家のことは札差しと呼ばれ、多くの現金を所持するようになったんだ。大金の匂いがするぜ。札差したちは現金を必要とする武士に、翌年の切り米を担保として金を貸すようになるよ。金貸しは、めちゃくちゃ儲かりそうなんだぜ。そうなんだ。札差しは儲かったんだけれど、武士は翌年どころか数年先の切り米まで、差し押さえられたケースもあったんだ。武士は数字が苦手だったのか？数年先まではちょっとかわいそうな気がするぜ。データとしては、旗本の 56%、御家人の 87% は、切り米取りを禄としてもらっていたんだよ。全体として見ると78% が切り米取りだったんだ。かなり高い割合だったんだな。切り米取りの元の階級でブチ取りというのが存在して、毎月人数分の米を給付されたんだ。食いブチのブチから来ている言葉なのか？正解だよ。幕府では、男性は1日5合の米を食べるとして給付の計算をしたんだ。米のことばかりだけど、米だけではなく、現金をもらっていた階級もあったんだよな。そうなんだよ。武器取りの下の階級で、最下級の武士は給金取りといって現金を支給されたんだ。一番下の階級ということは、少ない6だったんだろうな。全体の 11% が給金取りの階級で、低い身分だと、3両1分が年間で支払われるだけなんだ。え？年間でなのか？そうだね。少ない給金しかもらえないので、傘張りや朝顔を栽培、金魚の飼育など副業を行ったんだ。これも以前動画で紹介した、金魚の中で解説されているんだぜ。こちらもいければぜひご覧ください。次は江戸の庶民の収入源について解説をしていくよ。庶民といってもいろいろな仕事があるよな。江戸の庶民というのは、職人と商人に区別することができるんだ。職人は稼げそうだけど、技術を身につけるまで時間がかかりそうだな。職人はさらに分けることができて、外出して仕事を行う出職と家の中で仕事を行う衣食があるんだ。家から出ない仕事もあったんだな。今でいう在宅ワークだよな。出職の方は大工や左官などが代表的な仕事だよ。火事が多かったから、出職は儲かったんだよな。特に冬場は乾燥するので火事が多く、消火する技術もなかったので職人たちは出番が多かったんだ。そんな忙しい出職たちは、どれくらい稼いでいたんだ？稼ぎも江戸の期間によって異なるんだけど、江戸中を焼いたと言われる明暦の大会後は急上昇したんだ。職人の取り合いが起こったのか。これを問題視した幕府が1657年に、腕のいい上職人たちの賃金を取り決めたんだよ。大工、左官、石切り、畳などの職人は1日銀3文目、6000円、切り木は銀2文目、4000円としたよ。少し安い気がするんだぜ。ここから時代が進むと賃金も上昇するんだ。どれくらい上がったのか気になるぜ。文政年間だった1818年から1830年頃だと、大工は銀5文目4分、1万800円になったんだ。だいぶ上がったんだぜ。年間60日休むとしたら、大工の年収は銀1587文目6分、317万5200円となるんだよ。この稼ぎはいい方なのか？少ない気がするけど。この稼ぎだと家族を養い、比較的ゆとりもある生活はできたんだよ。やはり物価の違いも関係するから、詳しく見ないとわからないことも多いな。次は家の中で仕事を行う職人、衣食の収入を見ていくよ。具体的にはどんな仕事があったんだ？江戸は武士の数も多かったので、刀を研ぐ剣士や、刀を打つ刀鍛冶、刀を収める鞘を作る鞘師、甲冑を作成、修理する甲冑師などがいたんだ。武士のグッズ関連ばかりなんだな。他の職種はなかったのか？庶民を相手にした仕事だと、桶や枡、家具を作成する職人もいたんだ。衣食の場合稼げた金額は、どれくらいだったんだ？普
通の職人の稼ぐ手間賃が、だいたい4から6関門で12万から18万円くらいだったよ。思ったより少ない稼ぎなんだな。で、職より職の方が稼げなかったのか。そんな中でも、高額の手間賃を稼ぐ医職もいたんだよ。興味あるぜ。どんな仕事だったんだ？よく稼げたのは吉原の遊女たちの衣装を縫う、お針子という仕事だよ。稼ぐ針子だと月収4から5両、48万から60万円ほど稼いだんだよ。段違いに多い稼ぎだ。今まででぶっちぎりに稼いでいるんだぜ。次は庶民の中でも商売に関わっていた、商人の稼ぎを見ていくよ。お店が流行ると、かなり稼げるイメージだぜ。商人の地位で真ん中くらいの手代というポジションだと銀3枚から5枚、25万から43万円ほどだったよ。さっきの職人よりだいぶ多いんだな。中間管理職でも裕福な暮らしができそうだぜ。商家で勤める商人たちは奉公人と呼ばれ、住み込みが基本、衣食住も店から支給だったんだ。おいおい、随分好待遇なんだな。商人といっても好待遇ばかりではなかったんだ。ランクの最も低い棒手振りの稼ぎも見ていくよ。棒手振りは商人の中で、最下層の扱いなんだな。棒手振りは野菜などを一日中売り歩くんだ。そして売れ残ったものは明日の朝食になる。どれくらい売れたんだ？一日だいたい1200文、3万、6000円程度として計算しているよ。結構売れるんだな。売り上げ全部が利益というわけではなく、仕入れに600文ほどかかっているんだ。仕入れの倍額で販売してる感じか。さらに帰宅すると奥さんに、米や味噌のお金を250文ほど請求されるんだ。250文って1文30円で計算すると7500円だな。奥さんやりくりもう少し上手に頼むんだぜ。子供にお菓子も買ってあげると12文マイナス。12文だと360円のお菓子か、甘いものは貴重と聞くから仕方ないか。結局棒手振りの手元に残るお金は、明日の仕入れのお金も差し引くと、200文から300文となるんだ。6000円から9000円が日給なんだな。売り上げも安定するわけではないから結構大変そうだな。全体的な収入も把握できたので、それではいよいよ、江戸の物価を見ていくよ。現代とどれくらい違うのか、とても興味があるんだぜ。江戸という町は以前も話したけれど、男性の割合が非常に高く、家事が苦手でもお金を支払うことで、生活が可能だったんだよ。食事は買えばいいというのはわかるけど、家事も代わりに行ってくれたのか？炊事や洗濯の人を、規模が大きな商店だと雇っていたんだ。武家屋敷でも同様に、家事をする人を雇っていたんだよ。家事の代行が、江戸時代からあったなんて衝撃だぜ。江戸時代は家具や衣服の量も少なかったので、家事は比較的簡単だったよ。そういった前提で最初に家賃を見ていくよ。江戸は人が多く住んでいたんだから、家賃は高額だったと考えるぜ。江戸に多く住んでいた武士たちは廃寮屋敷という、幕府から与えられた屋敷に住んでいたんだ。家賃は特に必要なかったんだよ。東京の一等地を無償で与えられているのは、羨ましい限りだぜ。東京じゃなくて江戸だけどね。幕府の家臣であった旗本は、江戸城の防衛という目的もあるので半蔵門付近に屋敷が建てられていたよ。現代の公務員宿舎みたいな感じだな。そうだね。このように武士たちは、家賃ゼロで住んでいたんだ。庶民は家賃がかかったのか？庶民といってもいろいろいたけれど、表通りに面していない集合住宅だと、1ヶ月で800文から1000文、2万、4000円から3万円程度の家賃だと言われているよ。めちゃくちゃ安いんだな。この安さでも、一括で支払えない場合もあって、日払いしていたんだ。家賃は現代と比べて、圧倒的に安かったんだな。次は水道料金を見ていくよ。江戸時代の水道料金というのは、どういったシステムなんだ？江戸時代の水道の話なので、現代のように蛇口をひねったら水が出るというものではないんだ。地中に埋めた井戸から竹竿につけられた桶で、水を汲み上げるんだよ。そこまではなんとなく想像できるんだぜ。要するに井戸を使っていたということだな。武士が住む武家地は石高に応じて水道料金を支払う、システムになっていたんだ。使った量は関係なく、石高に応じた水道料金なのか。
一般の町民たちは月21文、330円を負担していたんだよ。水道料金も家賃に続いて、かなり安いんだぜ。さらに裏長屋に住んでいた人たちは、大家が水道料金を負担していたんだよ。借り手が有利なシステムなんだぜ。次はお風呂、銭湯の料金を見ていくよ。火事の多かった江戸で、風呂屋があったんだな。火事が多いので自宅に風呂を許可されなかったため、湯屋と呼ばれた風呂屋が利用されたんだよ。それだと湯屋も火事を、警戒しながらの営業だったんだな。そうだね、風の強い日は休業したり、対策を打っていたんだ。みんな風呂が家にないんだったら、相当広い風呂が必要だよな。江戸時代の前期頃の、湯屋は男女ともに入る混浴で、風気が乱れるという理由から、禁止されたんだよ。今では全く考えられないが、混浴が一時的にでも認められていたんだな。さっきの広さの話に関係するように、広い浴槽を作るスペースがなかったので徹底は難しかったんだ。そんな湯屋の料金は一体いくらだったんだ？江戸初期だと大人で6文、180円で子供が4文、120円。江戸後期になると物価が上がってきて、大人が10文、300円で子供が8文、240円だったよ。2022年の東京の銭湯料金は大人500円で、小学生200円、未就学児100円だから少し今は高いんだな。体を洗うボディーソープなんていうものは、江戸時代になかったので米ぬかを袋に入れて洗ったんだ。米ぬかで洗うと綺麗になるのか、試したことがないからわからないぜ。基本的に自前で米ぬかは用意したんだけど、忘れた場合は4文、120円で借りることができたよ。さらに追加で4文出すと、赤すりサービスもあったんだ。江戸時代の人たちも、綺麗好きだったんだな。お風呂上がりに8文から12文程度の料金を払って、2階で休憩することができて、将棋などもさせたんだよ。平和ない時代だったということが、目に浮かんでくるんだぜ。次は神結について解説するよ。曲げを言う商売を神結床と言ったんだ。曲げを言ってもらう商売があったのか。江戸時代の男性はとても綺麗好きだったから、多い人は毎日曲げを言ってもらっていたんだ。そこまでじゃなくても数日に一回は神結床へ行って、月城を剃って曲げを言うんだよ。自分で剃ったり言ったりするんじゃないんだな。イメージと違っていたぜ。営業時間も夜明けすぐから、日没後2時間くらいまではやっていたんだ。営業時間長いな、ブラックな職場だぜ。まだ普段はいい方で、大晦日なんて徹夜だよ。過労死してしまう。月城を剃って、髭も剃って、最後に親方が髪を言って代金はだいたい24文、720円だったんだ。これはかなり安いな。うぷ主はいつも1200円の床屋に月1回だけ通ってるぜ。知らないところで貧しい生活をばらされている。女性はどうしていたかというと、江戸初期は自分で髪の毛を結っていたんだ。でも明は年間1764年から1772年頃になると、髪型が複雑になり自分ではできないため、女髪結床ができたんだ。女性の髪の毛は長いし、おしゃれにこだわりたいから複雑になるんだぜ。当然料金も高く100文、3000円程度して贅沢だ、と批判が出たんだよ。何度も女髪結床は禁止されたけれど、なくなることはなかったんだ。女性たちは、そんな批判にも負けず強いんだぜ。次に紹介するのは燃料、つまり炭だね。炭は現代だとほとんど馴染みがないんだぜ。江戸時代はガスや電気がないから、炭はとても重要な燃料だったんだ。よく考えたら焼き鳥屋とかうなぎ屋に行くと、炭使ってるんだぜ。そうだね、炭は煙が出ないし灰も少ないので、非常に重宝されたんだよ。炭はとても貴重だったということは、お値段は結構したのか？宝暦年間1751年から1763年の、炭 15kg の値段は銀4文目、8010円だったよ。結構まとまったお金が必要なんだな。これは戦果にすると267文で、一般庶民は簡単に購入することができない価格だったんだ。そんなに高いと、江戸の主婦は困ってしまうんだぜ。そこで炭屋の塩原屋太郎という人物が、50文や100文といった価格に応じた量を販売したんだ。賢い商売方法なんだぜ。
それでも炭を買えない人のために、塩原屋太郎は炭の粉を団子状に固めた他丼を販売し始めたんだ。いつの時代も賢い人がいるんだな。感心させられるんだぜ。江戸時代の照明に使われていた、提灯や行灯のための油も紹介するよ。以前紹介した天ぷらの会の動画で取り上げた、菜種油のことだな。灯油の油として使われていた菜種油は増産されて、1合 180ml で41文、1230円だったんだ。菜種油が高いという人はイワシなどからの余裕と使ったけど、匂いがしたんだ。寝床で利用するのに魚の臭い匂いは、できれば勘弁してほしいんだぜ。豆知識として江戸時代にも石油があったんだ。え？本当なのか？クソーズと呼ばれて、現在の新潟県付近で生産されていたんだ。生産量はそれほど多くなさそうだな。そうだね、限定的な利用をされていて、価格も1合で17文、510円。良質なクソーズは1合で30文、900円の価格だったんだ。一応石油も江戸時代からあったんだな、覚えておくぜ。次は江戸時代の宅配便サービス、飛脚について解説していくよ。飛脚は知ってるぜ、ふんどし一丁で荷物の入った箱を持って走るんだよな。それは幕府が運営した継ぎ飛脚だね。リレー形式で荷物を受け渡して目的地に届ける方法だよ。何人くらいのリレーで運んだんだ？基本的に継ぎ飛脚は二人一組で、昼夜問わず走って届けたんだよ。体力的に心配なんだが何時間、何日くらいで届けられたんだ？江戸から京都までだと約65時間、急ぎだと60時間弱で運んだと言われているよ。体力お化けなのか？走り切れてしまうのがすごいんだぜ。全国の大名たちも大名飛脚という、独自の飛脚を持っていて江戸の動きを地元に知らせていたんだ。地元が江戸から遠かったら飛脚も無事に、たどり着けるのか心配になるんだぜ。大名飛脚の中でも加賀藩の三度飛脚は、規定より早く着くと報奨金がもらえたんだ。それはやる気が出るんだぜ。江戸に単身赴任している武士たち、商人たちが利用した飛脚は町飛脚で手紙以外にも、小さな荷物や金銭、為替なども運んでくれたんだ。金銭も運んでくれるなら、今の宅配便よりも便利なんだぜ。遠くばかりでなく江戸の中で、配達してくれる町飛脚もいたんだ。これも便利そうだな。料金は日本橋人形町から浅草小倉前までで24文、720円。品川新宿までは50文、1500円。牛込から九段坂までは32文、960円で運んでくれたんだよ。現代と比べると、ちょっと割高感があるけど仕方ないんだぜ。それでは最後にカゴの料金を紹介していくよ。カゴというのは現代でいうところの、タクシーみたいな乗り物なのか？そうだね、江戸の街中では基本的に徒歩が普通だったんだ。馬は街中で乗ることは禁止、さらに町人はカゴに乗ることも禁止されていたんだ。町人たちはカゴに乗っていけないのか、そうすると乗れる人間は限られてくるな。しかし商人が力をつけてくると、禁止を無視して乗ることが多くなったんだ。江戸時代って意外とみんな、幕府の言うこと聞かないんだな。結局自由営業を認めることとなり、芝居見物や寺社詣に利用する人が増えたんだ。自由化した方が利用者が増えて、結果的に良かったのか。カゴには二種類存在して、宿カゴと辻カゴと呼ばれたんだ。宿カゴは店を構えたカゴ屋で、辻カゴは人が集まるところに客引きをして客を乗せるというものだったよ。辻カゴの方が効率よく稼げそうだぜ。辻カゴは強引な客引き、切符をねだるなど問題が多く宿カゴより格下とされたんだ。どうしてそんなに強引な営業をしたんだ？理由は商売に使うカゴをレンタルしていて、レンタル料を稼ぐのに必死だったからなんだ。そんなに切羽詰まった状態で商売していたのか。カゴに乗るための代金は高額で、日本橋から吉原まで乗ると金日酒、1万、5000円かかるんだ。値段設定が高すぎ。庶民が簡単に乗ることはできないけれど、吉原にカゴで乗りつけたい男性も多く、儲かる時は1日3000文、9万円にもなったんだよ。9万円も儲かるのか、カゴ屋が熱いんだぜ。まあ、儲からない時と儲かる時の落差は大きかったみたいだね。江戸時代のサービスの値段を知って、
現代もあまり変わらないなという感想を持ったぜ。今回の動画の内容は以上となります。反応が良ければ、また別角度でも作成していこうかなと考えています。皆のコメントお待ちしているんだぜ。コメントはできる限り、返信させていただいていますのでぜひお願いします。この動画を見てこのチャンネルを応援したいと思ってくださる視聴者の皆様、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。してくれるとすごく嬉しいんだぜ。それでは動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会おうぜ。